日本とイギリス、イタリアが共同開発を進めている、第6世代戦闘機とも言われている次期戦闘機開発のための、グローバル戦闘航空プログラムグローバルコンバットエアープログラム GCAP と、名付けられたプロジェクトからイギリスが離脱する可能性が指摘されているね。この GCAP については、2023年12月14日に東京で3国間において航空機開発に関する国際条約が締結され、各国政府代表と開発製造に関わる各国企業エンジニアなどが開発を進めるためのハブ拠点がイギリスに置かれることが決定されたな。今回は次期戦闘機共同開発計画に陰りが見えていることについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。三国がこの条約を承認した後に、GCAP 次期戦闘機の開発を管理する責任を負う、GCAP 国際政府組織 GIGO JIGO が2024年度中に設立されることも決定されて、日本の国会では2023年5月に衆議院を、6月には参議院で条約が承認されて正式に GIGO が設立されたよ。GIGO の本部はイギリスに置かれるものの、その初代代表主席行政官は日本人が就任することなどが決められ、GCAP における日本の立場を強くする体制が作られることが期待されているんだ。しかし、イギリスで2024年7月に実施された下院議会総選挙定数650議席が実施されたが、野党の労働党が412議席を獲得して211議席を増やして大躍進したため、政権与党であった保守党が251議席も減らしたことによって121議席に落ち込むという歴史的な大敗を喫し、政権交代を余儀なくされたな。これによって2022年10月に首相に任命されたばかりの保守党のリシ・スナク首相は、わずか2年で政権を手放すこととなり、労働党党首のサーキア・ロドニー・スターマー氏が首相となってスターマー政権が発足して、14年ぶりに労働党政権が誕生したぜ。スターマー新首相は就任以来、日英イ3カ国による次期戦闘機の共同開発計画 GCAP についてイギリスにとって非常に重要であり、開発を継続する必要があるとの認識を示しているものの、タイムズ紙などイギリスのメディアによれば、新政権は来年前半にこれまでの防衛計画見直しの結果を公表する予定であると公言しているね。スターマー政権の国防相も担当しているルーク・ポラード閣外相が7月18日に、ロンドンで開催された軍事関連イベントにおいて新政権における国防政策の見直しで何が起きるか、現時点では全く予測できないと述べていて、その見直しが発端となってこの先多額の予算を必要とすることが想定されていて、予算の見積もりが難しいとされている GCAP が真っ先に見直しされるのではないかとの波紋が広がっているみたい。ザ・タイムズはさらに関係者の話として、ある財務省高官が次期戦闘機の共同開発化、米英豪による安全保障の枠組みオーカスにおけるオーストラリア海軍の原子力潜水艦開発に協力するか、いずれか一方に絞るべきだと述べたことを伝えた上で、イギリス国防省が GCAP の共同開発にかかる最終的な開発費の見積もりを明示できないために、財務省が計画の推進に懸念を示していることがその波紋の根源であるとしていて、GCAP 計画見直しのニュースの裏付けとしたよ。イギリスでは GCAP が立ち上がる以前から2035年の実用化を目指すテンペスト計画を進行させていて、敵のレーダーをかいくぐるステルス機能や、センサーデータの分析と自立ミッションを支援する AI 人工知能を持ち、ドローン無人航空機群を従えて編隊を組んで制御する能力を併せ持つ、第6世代ステルス戦闘機開発であるテンペスト計画に注力していたぜ。そのテンペスト計画に深く関わっていた元イギリス空軍の作戦副司令官だった、グレッグ・バグウェル氏が日本の雑誌のインタビューに答え、やはり2035年の実用化を目指していた日本の次期戦闘機計画とテンペスト計画が合体した GCAP について語ったな。それによるとバグウェル氏は GCAP はイギリスと日本の両国の航空宇宙能力にとって大きなボーナスとなりうるとして、日本はイギリスの戦闘機開発とは異なるアイデアと能力を持っているとした上で、テンペストはハードウェアと同様にソフトウェアの開発も重要であり、
日本がイギリスの知識にさらに異なる専門知識を付け加えることで、GCAP への幅広い理解がもたらされると評価しているね。そして、企業による多くの民生品開発は兵器開発よりも進んでいて早い分野もあり、かつては兵器開発の方が明らかに進んでいたものが、今では全て家庭にある電化製品や子供のポケットの中にあるゲーム機などの方が進んでいる場合が多く、兵器開発が民生品開発の恩恵を受けている場合がとても多いとも述べ、もし明日にもイギリスが GCAP から離脱するようなことがあれば、日本とイタリアの軍需産業は政治的にも産業的にも大きな影響を受けるだろうとしたよ。またバグウェル氏は9月4日、イギリス議会で開かれた同国のシンクタンクヘンリー・ジャクソン・ソサエティ主催のイベントにおいて、私たちは地球上の戦争から重要な教訓を学ぶ必要があり、間違った教訓を学ばないようにしなければならないと強調したな。そして、私にとって本当の脅威と感じられることは、今のウクライナで起こっていることを見た人々が、そのことが未来なのだと誤って認識してしまうことだとした上で、ウクライナでの活躍が伝えられている各種のドローンが将来的に戦争の主役となると思い込むことを憂慮していると述べたぜ。さらに、ウクライナ侵略戦争では当初、トルコの中高度で長時間の飛行が可能で対地攻撃を実施する、無人航空機器バイラクタル TV には、このところ見かけなくなり戦果が伝えられなくなっているが、その主な理由は、以前のように攻撃を実施しても次々に撃墜されてしまうからだとして、ドローン攻撃に慣れたロシア軍がその対策を図ったためであるとしているらしい。同氏は、ウクライナ侵略戦争でドローンの活躍が目立っているのは、両軍の航空戦力の存在感が薄いためであると断言した上で、ロシア軍は明らかに航空戦力を温存しており、それはウクライナ軍の防空体制を恐れてではなく、ウクライナを支えている北大西洋条約機構 NATO の航空戦力を最も恐れているからであるとも語ったよ。つまり、ロシア軍が最も恐れる事態はウクライナで航空戦力を消耗させてしまった場合で、その時万が一にも NATO 軍がロシアを攻撃するようなことが起これば、強力な NATO 軍の航空戦力に対抗する術がロシア軍にはなくなるとして、ロシア軍が航空戦力の消耗を恐れるのは、ウクライナとの戦闘によって戦車などの陸上兵力が大きく損耗している現状で、自分たちを NATO 軍から守る唯一の戦力が航空戦力であると信じているからだとして、温存されているロシア軍の航空戦力への対抗手段として敵地深く侵入して目標を破壊する、より高性能な次期戦闘機開発の重要性を強調したんだ。このバグウェル氏のようにイギリスの軍事専門家たちの多くは、イギリス政府の財政難に理解を示しながらも、ロシアへの抑止力となりうる敵地の奥深くまで侵入して目標を破壊する能力を有する GCAP の開発を継続する重要性を指摘しているぜ。また、野党となった保守党のジェームズ・カートリッジ影の国防相は7月24日、下院での演説においてイギリスの国防上最も重要なのは、新政権がこの先継続的に GCAP に資金を提供し続けるかどうかであり、今 GCAP から撤退することはかつて第二次世界大戦におけるバトルオブブリテンで、ドイツ空軍を相手に大活躍したことで有名を馳せた戦闘機であるスピットファイアの開発計画を廃止することに、等しい愚行であると考えていると述べて、スターマー政権に対して GCAP 計画続行を決断するように迫ったらしい。このような情勢の中でイギリスの戦闘機メーカーである BAE システムズは、同国で7月に開催されたファーンボロー国際航空ショーに GCAP のフルスケールコンセプトモデルを展示し、ソテについてスターマー首相 GCAP で我々は大きな進歩を遂げていると述べて開発の重要性を強調したとされ、GCAP 計画が継続される可能性は高いとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。